それは体感したことだが、紛争解決機構、それが壊れていた時代が、結構長かった。その時代に加担としたら、あるいは、人間を超えねばならなかった、わけだが結果は、物理に喧嘩を挑むことになって、それは狂気をまといつつ、やがて、破綻していったわけだ。昭和天皇、それに依存していた結果、だったろうか。世界全体が、気づくとニートで、いなくなった王の席に呼びかけ続けて、平成という時代は過ぎてしまった、そんな。共産主義は悪だ、そう言いつつ、それは共産主義でしかない、そんな矛盾。当時の民主主義の実際、そして今も続く、民主国家の破綻、その実際。中央にまともな王がいなければ成り立たなかった。それを、昭和から平成にかけて依存した、そんな奇妙さ。おかしくなった奴は馬鹿だが、生き残った奴は卑怯者か。